はい、では今日は蹴らない逆上がりを教えていこうと思います。初心者の方に見られる傾向なんですけど、こうやって一生懸命頑張ってよいしょって感じで逆上がりをしていらっしゃる方がいるんですけれども、そうではなくってやっぱこうポール上でも逆上がりができるように、エア逆上がりっていうんですけど、できるようにしっかりと体幹を使いながら逆上がりをしていくってことをします。まず脇には入れません。で、次に手首巻き込むようにしてポールを持ってあげてください。この時顎のラインに、内側の腕がくるように、で上からでもできるように一回膝かけちゃいましょう。で次に、外側の手はだいたいおでこラインですね、おでこのラインにします。そうしましたら今度はこの内側の肩の方向に自分の顎をぐっと押し付けていきます。この力と今度外側の足を上げる力を同時にします。このタイミングで今度両手をぐっとお腹の方向に引き寄せていきましょう。お腹に引き寄せる、顎を肩に近づける、左足はまっすぐ上、これを同時にします。そうするとこんな形で足がまっすぐ上がって膝もかけれます。よく皆さんがするまっすぐ逆上がりをしてしまうとどんなことが起こるかっていうと、まっすぐ逆上がりをすると膝がかからないので、こうやってもじもじして膝をかけに行かなくちゃいけないんですけど、まっすぐ上がりじゃなくてちょっと横に倒しながら上げるようにすると膝がすっぽりかかります。そんな感じでやってみてください。ありがとうございます。